どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましている売れな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めよう。しかもね、今日の曲はすごいですよ。ドン！ジングルベル！ジングルベル、今の時期。12月に入ったらさらにジングルベルちょっとやりましょう。クリスマスまでまだあとちょっと時間がある。で、実はこのジングルベルはね、毎年やってんですよ。毎年やってるんですけど、今年もそれはやりますよ。2020年も。今年もいろんなことあったけど、やっぱりクリスマスはクリスマス。ジングルベルを歌っていきましょう。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるガズレレ版のジングルベル。これね、ガズレレ版っていうのがポイントです。見てもらったらわかります。後半はいろんなリズム、ちょっとかっこいいリズムで、取り組んでみたいと思います。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。このジングルベルはね、なんと入門コード3つですよ。どんな人だってもうすぐにできますから。今までもう諦めてた方、ウクレレだったらジングルベル歌います。今からでも間に合います。始めましょう。始めてみたいなという方、もうちょっとここにリンク貼っておきます。このリンク先に行っていただいて、上から順番に YouTube 動画見てるだけで、あっという間にできる。もう超簡単なんです。はい、ここですよ。行ってらっしゃい。クリック。はい、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうすでに1400曲以上もうねアップロードされてます。全部簡単レッスン動画ですからね、ご安心ください。これから音楽を聴くからやるに変えてまいりましょう。それでは行きますよ。ジングルベル、まずは簡単バージョンやってみますけど、これじゃあ見て、これこれがいいんですよ。これじゃあこれ Amazon でいつだったから去年かおととい買って、これねマジックテープで手首につける、これでジングルベル感出していきましょう。これで振るわけよ。こうやって、そうするとこれジングルベルふさわしいです。やってみましょう。それでは、まずは初心者簡単バージョンからゆっくりやってみます。 1,2,3 走れソリよ風のように雪の中を軽く早く笑いよえと雪に負けば明るい光の花になるよ。 Hey! ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、光の我が魔、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、森に林に響きながら、オーレイ、走れソリよ、丘の上は雪も白く風輝き始めた星の空へ。 Hey! ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、鈴のリズムに光の我が魔、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、シンプル簡単バージョンやってみました。この鈴がすごい響くでしょ。これね、便利ですよ。この手首にはめるだけですから。これ、シャンシャン、手首をこうね、振るたんびにシャンとなる。便利な道具がありました。あ、今のジングルベル、入門コード3つのね、シンプル簡単バージョンでしたけども、気づいた？途中の、ヘイとか、ウーとか、オーレイ。この掛け声がガズレレ式でございます。これね、みんなで一緒にやる。で、この曲演奏する前にみんなに、最初に練習してもらってください。明るい光の花になるよ、ヘイだよ、つって、その次、光の我が、ま、う、振り付けも、うですからね。はい。その次、
森に林に響きながら、オレ急になんかちょっとスペインになっちゃうみたいな、そんな感じですね。今で YouTube で一緒にできたという方、これクリスマスパーティーにまさか YouTube 見ながらやるわけいかないから、やっぱり、ね、自分だけで、ご自身だけでできるようにちょっと練習してほしいんですけど、その時にね、やっぱりちょっと楽譜見たりさ、最初覚えたいでしょ。で、ガズがいつもこうやってノートル、こうやってこれ書いて今や、これを見ながら今やったんですけど、今ね、ガズクラブというサービスがあります。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のジングルベルを含む今までガズが取りためてきた膨大なノート楽譜のストックの中から皆さんが毎月5曲、ダウンロードしてどんどん練習できるよというプログラムで、実はねこのジングルベルで最近追加されたんですよ。これね、あの定番すぎて入ってなかったっていう面白い推しがあって、なんで今これダウンロードできますね。でこれをね皆さんやってご活用いただいて、もうそろそろ900名を超えて、そろそろ1000人に行くんじゃないかってぐらい、こうガズクラブ盛り上がってます。それでガズクラブ楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているメンバー限定の、ライブ配信イベント、これめちゃくちゃ盛り上がるんで、ぜひ皆さん体験してほしいです。それとね、非公開の SNS があって、その中で毎朝7時にガズがラジオ配信してるガズラジというラジオを配信してたり、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所が3カ所あったり、あとその中でガズがどんな質問にも答えてるよということで、ガズクラブめちゃ盛り上がってますんで、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。そしたら楽譜をちょっと写していきましょう。はい、こんな感じですよ。超シンプルなんですけど、入門コード3つでシンプルなんだけど、よく見てもらうと、ここ見て、C が1ブロック、次 CF、FG7。ちょっとこうずれ込んでる感じ。よーく見ると、あれなんかずれ込んでるって感じで、コードは簡単ですけど、コード変えるタイミングがちょっとね、面白いことになってるんで、これ一時停止してメモってください。まあ、これね、ほんとガズクラブでゲットしていただくのもいいと思うんですけど、手で書いてももうそんな難しくないんで、それもおすすめです。で、今日は2番もやろうと思います。ちょっと歌詞が変わりますけどね。はい、そんな感じです。あ、そうだ、忘れちゃいけない。これですよ、ほら。Hey! Ooh!この三段活用、この掛け声がね大事です。なんでこれね、パーティーで弾くときは最初ここ練習してください。ここ花になるよ、ヘイ、これヘイってここで言うんだよとか言ってね、光の輪がまあうーって言うんだよとか、ここ最後オーレだよ、そうやってから始めるのキーポイントです。さっきも言ったんですけど、入門コード3つで、これはもう超絶、これ以上の入門コードないっていうぐらい入門コードですよ。はい、でこれでやってみようと思います。はい、じゃあちょっとね、今日これはこっからはかっこいいバージョンいこうと思うんですけど、やっぱかっこいいバージョンは、いろんなリズムでやるといいと思うんですが、まあ、やっぱりね、ちょっとこう大きいリズムで撮って8ビートのチャがいいかな。ちょっとね、こうルンルン気分、シャッフルの8ビートのチャのバージョンでやってみようと思います。8ビートっていうのはチャンチャチャンチャチャン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 チャチャ、これちょっと跳ねた感じでやりたいですね。シャッフルって言うんですけど、これ跳ねたリズム。はい。この8ビートなんですけど、こう8ビートのチャでシャッフルでやってみてます。ちなみにこの8ビートのチャという弾き方、ここにリンク貼っておきますんで、これちょっと、やってみたい方はやってみてください。リズムはね、8ビートというのが基本になってますから、まず8ビートをやってから8ビートのチャ。これ体を揺らして、思いっきり全開で、そしてさらにこっちも行きますよ。ヘイ、ウー、オレイ、このアレンジで。もちろん鈴もつけます。はい。いやー楽しいですね。これもう本当にみんな盛り上がってほしいな。今年のクリスマスパーティーはくれるで。そんなわけでですね。じゃあ準備、バッチリです。ジングルベルガズレレールかっこいいバージョン。やってみる明るい光の花になるよ。 Hey!
OK! イエーイ。はい、せーの、じゃがじゃん。いやー、テンションが上がります。この8ビートになるともうなんてドライブ感、まさにこうサンタさんがソリに乗ってこうグワーッとこう行くぞみたいな、みんなの街に行きますみたいな、そんなね、この鈴がそんなムードをね高めてくれるかなと思って、あーちょっと熱くなってきた。これ楽しんでぜひ皆さん大きな声で家族中仲間中で、このヘイとかオレとかウーとか、これがまた盛り上がるんですよ。やってみたら分かりますから、まず最初練習してから本番に入ってくださいね皆さん。はい、そんな感じでこのウクレレクリスマスパーティー盛り上がっていこう。クリスマスの曲いろいろここにリンク貼っときますね。ここにまとまってるんで、他にもたくさんいい曲がある。ぜひクリスマス、今年のクリスマスウクレレパーティーやってください。そしてこのねウクレレやる楽しさ、ぜひこの周りの方にもねお伝えください。その時に今ご覧くださってるガゼレレ YouTube ご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしてガゼレレではですね、いろんなことやってるんですけど、先ほどちょっとご紹介したガゼレレ大学の中で皆さんとのねマンツーマンレッスンを放映するんですけど、そのマンツーマンレッスン生徒さん今大募集中でございます。ちょっとここにリンク貼っとくんで、ちょっと詳しく読んでいただいて、ガズとオンラインでマンツーマンレッスン受けてみませんか。ちょっとご検討よろしくお願いします。そして今度ねいろいろウクレレの情報もあるんですよ。ガズのわがままウクレレとガズの、初めてウクレレ、もうそろそろ、情報公開になると思うんで、もうちょっとウクレレのことお待ちください。そして今現在ご注文いただいている皆様お待たせしております。今毎日毎日モジャ君ベトナムでベトナムのスタッフと生み出しておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとねさっきもお伝えしたんですけど、ガズクラブこれも相当盛り上がってます。あとはアプリがあったりとか、ガズウレレ用でアプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリ、あとはいろんなグッズあります。キャップだとかストラップだとか、この水引きとか T シャツとかね、いろんなものもあったり、リットミュージックから出てる、ガズレレに関する楽譜の本がもうそろそろ10万部を超えちゃうよというぐらいの大ヒットになってまして、もうとにかくホームページいろんなこと書いてありますんで、ぜひご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽聴くからやるに変えていこう。よろしくお願いします。それではさようなら、バイバイ。